Well, we were here to participate in this drill. What we'll experience, what would happen if... ミサイルが発射されたものとみられます。ただいまミサイル発射情報が発表されました。建物地下に地球を避難してください。これまでの実績を見ますと、ミサイル発射されてから、日本に飛来する、日本の上空を通過するまで10分足らずであります。で、日本に落ちてくる場合ですと、8分とか9分で、落下してくるということになります。避難行動をとっていただきたい。具体的には、窓から離れたところへ移動する、あるいは、窓のない部屋に移動していただく、的確な行動をとっていただきたいということでございます。これが真夜中だったり、想定していない時に起きた時に自分たちがそういう行動が取れるかどうかということをやはり家族の皆さんたちや会社の皆さんたち地域の皆さんたちと一緒に話し合っていくことが大切だろうというふうに思います。ありがとうございました。ミサイル避難訓練というふうに言ってますけれども、中身自身が単なるもともと動員した人たちを地下に移動させるだけということで、よく頭を抱えるような映像も出てましたけれども、訓練としては何の意味もない。でもそれを都心で初めてやるということによって、マスコミも含めて人々にその姿を伝えることで、やっぱり戦争のための準備をしてるんだというような空気を社会的に作って、むしろその戦争を引き寄せるような、戦争にならさせるような効果を狙っているということで、それはもう本当にむしろ害があるというふうに僕は思っているので、とにかくそれは絶対おかしいよという声はやっぱ上げなきゃいけないと思って今日は来ました。やっぱり安倍政権がやっていることは、仮にその米朝で戦争が起きてしまった場合に、北朝鮮、韓国はもちろん日本にも必ず被害が及ぶわけですね。ですから日本は在日米軍ということで加害の立場でもあるけれども、被害の立場にもなる。だからもう何をもっても絶対そういう事態は避けなきゃいけない。そのために政府はアメリカに対しても北朝鮮に対してももう全力で対話しろということを言うべきなのに、安倍さんは全く逆のことをやってるわけですよね。戦争も含めて 100% 支持するっていうふうにトランプさんに言って、やってることは結局危機を煽ってこういう形で訓練を、見せかけだけではあっても戦争にならさせていくような訓練をするっていう。だから私たちの命を守るためにはですね、やっぱりこういう政府じゃ絶対ダメだから、とにかく外交で危機を解決させる、こういう訓練やる暇があったらとにかく北朝鮮に飛んでいけばいいじゃないですか。本人がそれで直談判すればいい。トランプさんに対しても直接にとにかくやめてくれということを言うべきで、やっぱそういうことをやっぱ市民が声を上げない限りは今の政府は動かないので、そういう思いも含めて今日は抗議をしました。